皆様バセクショーケースの演奏をお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。楽しんでいますと時間が経つのもあっという間で、早くもですね、本日最後の2曲を紹介する時間となりましたが、その前にですね、改めてバンドメンバーを皆様にご紹介させていただきたいと思います。まずは、ピアノを担当しておりますショーン・ハンロン・ジョキュ・クヘ、ベースマーク・フランゼン・ソジョン、ギターアーロン・ワイリー・ブンソン、ドラムフレディ・クルーズ・ブンソン、そしてサックスセクションです、リッキー・スウェム・ソジョン、エリック・ニュー・ゴールド・イット・クヘ、ロン・グレン・ギノ・ブンソン、そしてトランペットセクションです、デイブ・ウクタ・ジョキュ・クヘ、トム・サリアーズ・ギノ・ブンソン、そしてボーカルです、レベッカ・アレン・ジョキュ・クヘ、マーラ・アマドール・ジョキュ・クヘ、そして、後ろの方でですね、青いテントの下で音響を担当しておりますケルシー・マクドナルド・ブンソー、そしてこのパシフィックショーケースのグループリーダーで、トロンボーンを担当しております、カール・ブラッドリー総長、以上のメンバーでお送りをしてまいりました。オラスの1曲目はですね、素晴らしいアレンジャーで、空軍音楽隊のとても仲のいい友人ですとご紹介させていただいております、今泉千恵さんのオリジナル作品で「アナザーデイ」という曲をレベッカの歌声でお送りいたします。作詞は今泉さんとバークリー音楽大学でご一緒されました阿部常典さんとなっております。そして、本日最後の曲はグレミラ楽団といえばですね、この曲テレビコマーシャルなんかでもおなじみのインザムードをお楽しみいただき皆様とお別れしたいと思います、アメリカ空軍太平洋音楽隊アジアパシフィックショーケースが、記念すべき第20回、メリーのファミリー祭りに参加させていただきましたこと改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました、それではお楽しみください。